皆さんこんにちは。大ヒットした車でも生産を終了して数年も経つと急激に忘れ去られてしまうものです。しかし絶版になってからも人気をキープしている車もあります。そこで今回は今もなお熱狂的なファンが数多く存在する車をご紹介します。1. トヨタ AE86 型レヴィン・トレノ。1972年にトヨタはセリカ 1600GT 用に開発された 1.6 リッター直列4気筒 DOHC エンジンを搭載するコンパクトな高性能モデルの TE27 型カローラレヴィン・スプリンター・トレノを発売しました。ハイスペックで当時としては希少な DOHC エンジンを設定しながら比較的安価に設定されたレヴィン・トレノはたちまち走り好きな若者から高い人気を獲得します。その後レヴィン・トレノは初代と同様のコンセプトで代を重ね、1983年にはスタンダードモデルのカローラスプリンターが FF 化される中、FR のままとされた AE86 型レヴィン・トレノがデビューしました。ボディは先代の TE71 型が直線基調の外観デザインだったのに対し、AE86 型は全体的に丸みを帯びたスタイリッシュなフォルムに変貌を遂げました。また、レヴィンは固定式ヘッドライト、トレノはリトラクタブルヘッドライトとされたことで外観が大きく区別されています。搭載されたエンジンは上位グレードが新開発の 1.6 リッター直列4気筒 DOHC16 バルブエンジン 4AGEU 型で出力はクラストップとなる最高出力130馬力を発揮。そしてパワーステアリングや電動リモコンミラーなど装備が充実し、外装ではボディカブを黒としたツートーンカラーを採用したトップグレードの GT アペックスが2ドア、3ドアともに設定されていました。そして1987年に AE92 型へフルモデルチェンジし、レヴィン・トレノも駆動方式は FF となりました。しかし、絶版になった後に軽量コンパクトな FR 車というレイアウトが再評価され、さらに漫画などの影響から人気が高まりました。2. マツダ初代ロードスター。1960年から国産車でも比較的多くのオープンカーが存在していました。しかし、徐々に少なくなっていき、1980年代にはスポーティーなモデルは消滅。そんな中、1989年にマツダがユーノスロードスターを発売。オープン2シーターの FR スポーツカーという趣味性が強いモデルながら170万円台からという安価な価格と軽快な走りによって異例のヒットを記録。外観は丸みを帯びた非常にコンパクトなボディで、往年の英国製スポーツカーをオマージュしたようなフォルムを採用。フロントフェースにはリトラクタブルヘッドライトを搭載し、軽快感を演出。車種はロードスター専用に開発されましたが、エンジンはファミリアにも搭載された 1.6 リッター直列4気筒 DOHC をベースに縦置きに変更し、最高出力は120馬力と同クラスの中でも決してパワフルではありませんでしたが、940キロの軽量な車体には十分なパワーでした。ロードスターは
コンセプトをキープしたまま代を重ね、現行モデルは4代目です。やはり各代に個別のファンが存在しますが、最も人気があるのは初代で、軽量コンパクトな FR オープンスポーツカーの原点というのが大いに魅力的と言えるでしょう。3. スバルインプレッサ WRX。 1992年にスバルは初代レガシーよりもコンパクトなセダン、ステーションワゴンのモデル初代インプレッサを発売しました。大ヒットした初代レガシーに続き、インプレッサもヒット作になりましたが、中でも WRC で勝つために開発され、走りにおいて高い評価を得た高性能モデルのインプレッサ WRX のセダンがブランドイメージを牽引した存在でした。インプレッサ WRX のエンジンはレガシー GT RS に搭載されていた2リッター水平対向4気筒 DOHC ターボをベースに改良して、最高出力240馬力を発揮。この名機 EJ20 型ターボのポテンシャルはフルタイム 4WD システムを介して路面に忠実に伝達されました。車内はセダンとしての快適性や実用性を重視した作りがなされていましたが、 WRX ではスポーツシートがおごられました。デビュー当初 WRX はセダンにのみ設定されていましたが、1993年にはスポーツワゴンにも WRX が設定されました。実用的なワゴンでありながらスポーティーに走れ、やはりヒットモデルとなりました。インプレッサ WRX はすでにスバル WRX に移行して消滅してしまいましたが、世代ごとに分かれてファンがいます。いかがでしたか？何かのお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いします。